ナンバ進むには、日本の労働運動家、政治家、立憲民主党所属の参議院議員、立憲民主党参議院国会対策委員長、元参議院内閣委員長、岡山県小田郡美成長生まれ、岡山県立成は高等学校卒業後、郵政省に入省し、玉島郵便局外務職員、その後、社会統計の組合活動に従事し、 岡山地区本部執行委員、同書記長、中央本部委員、同書記長等を歴任する。2007年、郵政民営化に伴い発足した、日本郵政グループ労働組合の初代書記長に、選出される。2009年6月より、日本郵政グループ労働組合特別中央、副執行委員長。2010年、第22回参議院議員通常選挙に、 民主党公認で比例区から出馬し、党内7位の14万4782票を獲得して初当選した。2016年、民進党決闘に参加。同年の第24回参議院議員通常選挙に民進党公認で出馬し、党内6位の19万1823票を獲得して再選された。同年8月、 参議院内閣委員長に選出された。2017年10月27日、民進党代表の前原誠司が、同月の衆院選で党を分裂させる形で戦う、原因を作ったことについて陳謝し、隕石辞任を正式に表明。前原の辞任に伴う代表選挙では、大塚公平の推薦人に名を連ねた。 立候補者は大塚のみだったため、大塚が無投票で、民進党代表に選出された。2018年5月の民進党と希望の党による、新党には参加せず、5月7日に、民進党を折党、立憲民主党に入党を申請、翌8日の常任幹事会で入党が承認された。2020年9月15日、旧立憲民主党と旧国民民主党は、 二つの無所属グループを加えた形で新立憲民主党を結成。ナンも新党に参加。同年10月2日、立憲民主党と社会民主党で作る参議院会派の国会対策委員長に就任。2021年2月、翌年7月に予定される参議院議員選挙に出馬せず引退する意向が報じられた。 2021年10月の党代表選挙で代表選挙管理委員会委員長に就任。ありがとうございます。